ドミートリー・ショスタ・コービチのバイオリン競争曲第1番異端調作品77は、1947年から1948年にかけて作曲されたバイオリン競争曲である。曲の長さ、内容、オーケストレーションとも大規模であり、公共曲に匹敵すると言える。ショスタ・コービチの傑作の一つである。本作は、バイオリニストのダビッド・オイストラフに検定されている。 作曲は1947年7月21日に開始され、1948年3月24日に完成した。しかし、十二音技法を使うなどの前衛的な処方と、1948年2月に共産党中央委員会により自弾の不批判が始まったことから、ショスタコービチは発表を控えた。この頃のショスタコービチは若き新衛隊や、 エルベの開港など、ソビエト的テーマの映画音楽を相次いで描いていた。これらの音楽において彼は、大衆との結びつきを目指したと言われており、バイオリン競争曲第1番も全曲に、通奏低音のように流れるユダヤ趣味をはじめ、ロシアの民族的要素が、主導的役割を持っている。しかし、この曲でショスタ・コービチは確かに、ロシア民族の本性に立ってはいるが、 社会主義リアリズムの形式は民族的を悲壮的に解釈したような単に民謡や民族舞踏のリズムを流用に止まってはいない。ショスタコービチはインターナショナルな内容を追求しながらもなおかつ民族的な表出を持ったものを完成しつつあった。そしてこの方向は映画音楽、ベルリン観楽やオラトリオ、森の歌、合唱曲、 革命詩人の詩による獣の詩、カンタータ、我が祖国に太陽は輝くに連なり、大衆化の様式と結びつけて伝統的なロシアの合唱音楽の形式が現代的感覚の中で発展させられた。戦前戦後を通じて、ショスタコービチがこれほど民族的であったことはないと言われる。バイオリン競争曲第1番はスターリン死後の雪解けの雰囲気の中、 公共曲第10番の初演が一応の成功をもって終え、ジダーノフ批判が一段落したと考えられた1955年、曲の完成から約7年が経った頃に発表された。この時期、ソビエツカやムージカに発表された、ハチャ・トゥリアンの論文や、共産党機関紙、プラブダに掲載された、ショスタコービチの論文に見られるように、ソビエトの社会主義芸術は、創造性や個性に、 前時的にではあるが、再び注目し始めていた。初演は1955年10月29日、エフゲニー・ムラビンスキー式レニング・ラード・フィルハーモニー、公共楽団、バイオリン独奏、ラビット・オイストラフにて行われた。1955年12月31日、オイストラフは、ミトルプーロス式のニューヨーク・フィルハーモニックで、アメリカ初演する際のインタビューで、 公共曲第10番に告示した最新の作品との発言を残している。打楽器を増強したオーケストラながらも、トランペット、トロンボーンを含まないことが特徴的。独創バイオリン、フルートさん、オーボエさん、クラリネットさん、ファゴットさん、ホルニオン、チューバ、ティンパニ、タンブリン、タムタム、シロフォン、チェレスタ、ハープに、言語オブクラシック競争曲の一般的なスタイルとは、 異なった四楽章形式でありながら、アルバンベルクのバイオリン競争曲などの近代競争曲のように一貫した構成を持っておらず、四つの楽章はそれぞれ独立した曲を成している。また、古典的な音楽形式であるパッサカリアを第三楽章に配置したこと、野草曲やブルレスケなど各楽章に表題を持っていることも特徴的。また、 公共局的とも言える深い内容にもかかわらず、拡大された二巻編成という楽器構成、還元楽法の筆致は、シンプルで、室内楽的でもある。演奏時間は、約35分。ノクターン、異端調、助走部を伴う三部形式。中間部の主題には、オクターブ内の12音がすべて現れており、ショスタコービチが最晩年に用いた、 独自の十二音技法の先駆となっている。フルートが二つ休んでピッコロだけとなり、シロフォンはこの学章では使われない。競争曲の第一学章に野草曲を用いた例は非常に珍しい。しかし、この曲を競争公共曲的なものと考えれば、ショスタコービチは公共曲の第一学章にしばしば穏やかな学章を用いているので、 特に目新しい処方というわけではない。この野草曲は導入部を持った三部形式からなり、全般的に沈鬱な色彩とムード的叙情性をた,たえ、メロディーの半音快適構成は特徴的でもある。なお、ショスタコービチの多くの公共曲同様、三部形式と言っても、形式感はかなり緩やか、かつ自由である。野草曲とはいえ、感情を厳しく制御した、 思索的な音のする楽章を象徴するかのように、低減で重々しく4小節の助奏があると、独奏バイオリンがその主題を模倣する。この主題は、民謡といった従来の旋律から取られたものではなく、半音を巧みに使った非常に不定形のもので、導入部全体にわたる一つの無限旋律を形成し、理知的な進み方をしていく。また、十五小節目以降に含まれる動機と、 その展開は、この楽章の骨格をなすものでもある。ちなみに、導入部前半の提言の動き、24小節目より、現れるファゴットの使用は、公共曲第10番との類似を感じさせる。この導入部は、第1部の使用主題に発展し、かなり瞑想的な性格を帯びる。79小節目からの6小節の間は、オクターブ内の12の音が揃っている。 93小節から98小節にかけて、バイオリンが、仕様とを長く弾く中に、ハープと、チェレスタが、ピアニッシモでそうされる効果は、ショスタ・コービチの公共曲第5番の、第3楽章の手法を彷彿とさせる。120小節で主要主題が、ホルテの重音奏法で、バイオリンに現れるが、これは一種の疑似再現の形で、導入部の要素と絡み合って発展する。 142小節で第3部に入り、ほぼ第1部を繰り返しつつ、164小節以下のコーダに結びつく。弱音気をつけた弦楽器の和音の上で、同じく弱音気をつけた独奏バイオリンが、先の無限旋律の続きを静かに続け、異端調で消えるように終わる。ショスタコービチが極めて得意とする快速なスケルツを、変路単調変路長調。 独創バイオリン主導で、次々に、テーマが展開される。冒頭の主題の動機は、公共曲第10番第3楽章の冒頭主題の動機と同じである。135小節からは、ショスタコービチ自身のイニシャルから取った、DSCH 音 k が出現する。チューバ、チェレスタ、ハープが休むが、公共曲第10番、第2楽章よろしく、木管楽器は、 総動員される。公共曲第6番、第2楽章後半部を彷彿とさせる、フルートとバスクラリネットのオクターブのおどけた主題を提示する。独奏バイオリンがこれにアクセントをつける。いわゆる西欧近代的な、洒落た味わいのある楽奏である。33小説で、主題は独奏バイオリンに移り、楽器を加えて45小説から107小説は、その発展型となる。 痩せた、骨張った独創バイオリンが極めて印象的である。トリオの198小説目からはポーコピューモッソに4拍子となり、単純な主題をもとにして、独創バイオリンがフォルテシシモの重音奏法で、技巧的な動きを見せる。やがて打楽器の参加とともに、突然、255小説で、波長長の賑やかな行進曲となり、シロフォン、 タンブリンが動員されて鋭い現代的感覚を呼び覚ます。その後はスケルォの部分の再起となり、それからまたに4拍子の更新曲が顔を出す。328小節で幻聴に戻り、アレグロ38拍子で再現部となる。442小節以下変異単調に移された主要主題が冒頭の形そのままで現れ、508小節で 再び幻聴に帰って主題が全合奏で強く、奏されてからバイオリンのパッセージがクライマックスを作る。546小説からはコーダとなり、またメノモッソでトリオの後進曲主題が独奏バイオリンの重音奏法の中で取り上げられ、自由な変形によってコーダを形成する。バイオリンが装飾的方を奏し続ける中、587小説より、 オーケストラがフォルテシシモでスキルツォの主題をもう一度出し、これを12回繰り返して鮮やかに終わる。主題と8つの変装によるパッサカリア、ヘタンチョウ。構成上、ここにパッサカリア学賞が置かれているのは公共曲第8番第4楽賞を彷彿とさせる。第8変装の後は独創バイオリンの長大なカデンツァとなり、切れ目なく第4楽賞に続く。 楽器では、フルート、ピッコロ、タムタム、シロフォン、チェレスタ、ハープが、休みとなり、重厚な雰囲気をは裏腹に、簡素で、シンプルな表現に終始している。また、調整の面でも常に、下ン調を維持しており、テンポの点でもアンダンテで一貫されていることも、特徴的である。主題は、ティンパニーのアクセントを伴ったチェロとコントラバスの、低減によって重さか,かつ重厚に示され、 ホルンの対戦率が三連符を含むオクターブの、早調な音恵で主題を装飾する。八つの変装を経て、独奏バイオリンによるカデンツァとなる。第八変装で独奏バイオリンは、チェロとコントラバスのピツカートの上に、主題定示部における、ホルンのモチーフから派生した三連音恵のメロディーを、そうするが、これは、カデンツァ主題とも密接な結びつきを持っている。この楽章は、 ショスタコービチのバッハの音楽に対する系統と見ることもできるが、そのことは後半のカデンツァで最もよく感じ取ることができる。変装曲には公共曲との関連性も伺わせたが、フィナーレの直前に長大なカデンツァが置かれていることは、構成上、作曲者がこの曲をあくまでも競争曲として扱おうとしている姿勢の現れである。カデンツァは独創楽器に、 ビルトオーゾ的役割を与えていることを意味するが、同時にパッサカリアという対法的音楽と組み合わせて、バロック音楽の様式のバイオリン曲を書こうとした意欲も見られるのであり、事実このカデンツァには、しばしば、バッハの無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータと類似した印象を聞き手に強く与えさせる。なお、カデンツァの263から265小説には、 第二楽章のトリオの行進曲調のモチーフが用いられ、全曲のバランスと統一感にも気を配らせている。カデンツァが終わり近くになって独クバイオリン22連符のグリッサンドのパッセージが現れて、盛り上がりを見せると、アタッカーで切れ目なく、第四楽章に突入する。ブルレスケ、イタンチョイチョウチョウ、ロンド形式。バスクラリネット、チェレスタ、ハープは使われない。 叩きつけるような、激しい独創と桁魂までの伴奏が特徴。全楽章からティンパニーが打ち出しを合図になだれ込む。二小節の助走に引き続いて、還元楽が土俗的なロンド主題を異端調で華やかにそうする。主題は四小節目から機関群で提示されるが、シロフォンの鋭角的な輪郭付けをされており、部局長かつこの曲で最もわかりやすい最も自然な、旋律で、 明るい感じの音楽である。この主題は10小節目で2丁調に飛び移り、次の小節で変歩丁調になり、その次でまた一旦幻調に戻る。すると、17小節目で、突然、破綻調に転調し、またすぐに幻調に服するといった風に、目まぐるしく調整が変わっていく。29小節以下、独創バイオリンが加わって、クラリネットと、 対位法的に絡み合いながら、主題の発展を行い、64小節目から、変形主題が、独創楽器を中心に現れて、主部を完結する。第1中間部は88から130小節、第2中間部は176から256小節、コーダが299から357小節である。一方、 ロンド主題は131から175小説、257から298小説となる。特に239小説からは、ホルンが全学章のパッサカリア主題を吹き始め、2世のカノンの形をとって展開。257小説から、ロンド主題の変形されたものがホルテッシモで、独創バイオリンに現れ、ロンドの主部が多くの就職を施されて復帰し、 299小説からプレストのコーダとなって終局に向けて一気に加速していく一連の動きの巧しさはショスタコービチならではである。本曲の作品番号は作品77であるが CD のタイトル表記やコンサートのプログラムなどでは作品99とされるケースが多い。これは作曲時期と発表時期のズレに起因するものである。 1955年に曲が出版された際は、当時出版されていた曲の続き番号である作品99として出版されていたためである。ところが、作曲の経緯が分かった後、実際の作曲年代に合わせて、作品77に変更された。ちなみに、作品99は、改めて映画音楽第一軍用列車に割り当てられた。また、 バイオリン競争曲第1番と同時期に作曲され、1954年に初演された祝天序曲は、今日でも発表された時系列に合わせて、作品96として作品目録に登録されたままである。このような事情があったためか、現在でも本曲を出版時の作品番号である作品99と表記するケースが多い。しかし、作品77と、 作品99の間では若干のオーケストレーションの移動も認められ、単純に作曲時期の相違だけで作品番号の変更が行われたわけではない。厳密な意味では作品77と作品99は区別する必要もあり、作品番号の取り扱いには様々な問題をはらんでいる。オーケストレーションの移動の内容はショスタコービチ作品第巻巻末の 工程報告に詳しい、ありがとうございます。